よー。ハッピーフロッグマスデイ 18! 今日も遅いスタートでございます。動画がね。今日結構ちょっと、朝張り切っちゃって、運動いっぱいしてしまって、なので、その後シャワー浴びて、で、その運動の前後でどっかで朝ごはん食べてるんだけど、遅いんですよ、食べんの。起きて、すぐはヨガをしたいので、でもすぐにできないじゃない？なんか子供たちのご飯とか作って、その後にヨガをして、その後にご飯を食べて、で少しお腹が落ち着いたところで、ちょっとだけ走ったりとかしてきました。時間ないのに。まあそんなわけで、私はもう今2時、もう3時近くになるのにお昼みたいな、まあ自分の体、体内時計ではお昼ご飯みたいな感じなんだけど、もうこのね、これいけないよなと思うんだけど、こんな内容。これやっぱりダメよね。なんかみんなの食べ残しを、これ今チンしたから見て、すごい美味しそうでしょ。これじゃいけないかなと思いながらも、お野菜とかは夜とかで補充します。そんなわけで、なぜおばちゃんは痩せないのか。このパンは多分ちょっと素敵なレストランのレフトオーバーで、どこのかわかんないけど。目が落ちるほどじゃないけど美味しい。なんかもっちりしてる。どこのか知らんけど、今度おじちゃんに聞いておきます。でもこれができるかも。これをする時間があるかも。これ私はオーディで買ったんですけれど、いくらだったかなって思い出せなくて、で実は昨日行ったビッグローって言っても売ってたので、そこにはここにベッてもう印刷されてて5ドルだった。多分オーディもそれぐらいだったかもしれない。だいぶ前に買って貼った。何で入ってるかっていうと、見て、型が入ってて、自分で巻くんでございますかって驚いたのね。こんなのが入ってて、はあ、よくわかんないけど、飾りとバターと蜂蜜と水が必要なのね。あ、でも卵とか入れなくていいからいいやん。アイシングにパウダードシュガーね。あるさ、うちに。あ、ありましたよ。パウダードシュガーがあった。素晴らしい。しかもなんか、ちょっと残ったやつに、があって、新品で買ってあった。こんなに使う予定だったのかな、自分は。Anyway、JJ ゲーム出し込んでます。だからできるよね。やっちゃおう。どっかの段階でやらなきゃいけないと思ってた。で、私これ、珍しいジンジャーブレッドマンですけど、こんな。なんて書いてある？忍者ブレッド。忍者だって。だから、みんな険しい顔してる。飲んでください。I read. Oh, preheat oven to 350°F. What does that stand for? Fahrenheit.Wash cutters with warm, salty water and dry wonderful, magical. It's that time when everybody smiles. Eyes are shining bright. I still remember how I used to feel. Look at us now. Walking.Bake for 9 to 11 minutes. 薄めに作ったから9分ですね。楽しみ。いい感じになった。うん。え、そんなこと。
味しい。Just hard. Two. うまい、ジェイジェイ。この忍者ブレッドの方は薄く焼いてあったので硬くないそうね。美味しいですか？本日もご視聴いただきましてありがとうございました。では次の動画まで、バイ。